警視庁機動隊の緊急時初動対応部隊、ウェストミンスター宮殿で、コンクリートブロック国家安全保障は、ある集団が、生存や独立などの価値ある、何かを、何らかの脅威が及ばぬよう何かの手段を講じることで、安全な状態を保障することである。また、その目的のための体制、組織などを指す場合もある。国際関係における安全保障は、 主として他国からの防衛をその主眼とするものである。安全保障とは、ある集団、主体にとっての生存や独立、財産などかけがえのない何らかの価値を、脅威にさらされないように何らかの手段によって守る、ことを主に指すが、その概念は、非常に多様である。歴史的、伝統的には、軍事的な脅威に対するものが主であったが、冷戦後は大量破壊兵器拡散。 国連平和維持活動、また発展的には、経済、エネルギー資源なども含めるものへと研究領域が拡大し、一部で環境問題や人権を包括する主張もある。現代における国家間の主要な安全保障は、軍事力の要素に基づきながらも、外交や経済、環境などを広範なものを含めるものである。その研究対象の例を挙げると、軍事戦略、 安全保障体制、文化政策、広報、教育宣伝政策、地域政策、経済政策、金融政策、人的国際交流、地政学、国際関係論、エネルギー安全保障、宇宙政策、RMA、軍縮、消火器に関する安全保障、大量破壊兵器、地雷、環境、人口問題、水資源、貧困問題、食料問題などがある。 特に貧困や民族、部族対立などの国内問題が安全保障問題に至るような事態になることを安全保障化という。第24次西成暴動で出動した大阪府警察機動隊ギリシャでシリアとイラクの難民現代において確固とした安全保障の定義は存在せず、そのことは多くの専門家によって指摘されてきた。安全保障は古代ローマにおいて 精神的な心の平穏を意味するセキュリタスを語源とし、英語ではセキュリティやフランス語ではセキュリティ、ドイツ語ではズイヒャーハイト、イタリア語ではシークリーツェ、スペイン語ではセグリダッドと表記され、こうした欧州の概念を日本などが輸入した結果、漢字表記としての安全保障という概念が成立することとなった。古代ローマにおける セキュリタスという概念は、ストア哲学の基本概念の一つであり、政治的社会的な意味を帯びた結果、ローマ帝国時代における、ローマによる平和すなわちパクスロマーナという概念に結びつけられるようになった。伝統的な安全保障概念とは、軍事的な意味での国家の平和と独立あるいは、国家間の関係の中で捉えられてきたが、今日では、人間の安全保障をはじめとして、 非国家的、非軍事的な概念が派生しており、その概念は時代によって変化し、また文脈や使用者、学派、価値観によっても、その意味が異なることがある。このため、正確に安全保障という概念を捉える上で、使用には注意を要する。近現代では、理論上、安全保障と防衛は、厳密に区別される。安全保障とは、 脅威が及ばないようにすることで安全な状態を保障することを目的としているのに対し、防衛は、及んできた脅威に対抗し何らかの強制力によって、それを排除することが目的である。以下では、ここでは、伝統的安全保障をはじめ、新たな安全保障概念を含めて今日、国際政治上、論議される代表的な安全保障の概念について、解説する。 伝統的安全保障とは、国家の領土や政治的独立、外部からの脅威を軍事的手段による牽制によって守ることを主眼に置いた、最も基本的な安全保障の概念である。国防がこれに該当する。今日においても軍事力を用いて、国家の生存と独立、国民の財産、安全を保障することは、極めて重要な国家の役割の一つとされている。 今日では国家総力戦と核兵器の登場により戦争が割に合わないものになったため十分な抑止力を整備すれば先進国同士の戦争は起きにくくなっている。人間の安全保障とは国際社会の秩序を人間社会の延長として認識し国家よりもむしろその最小構成単位である人間に注目し武力行使を防ぐためのシステムを確立し その基本的な人権、平等、民主主義の発展をグローバルな市民社会の協力によって目指し、平和を創出する、グローバリズム学派の安全保障の概念である。また、エイズや環境問題などを研究対象に含める場合もあるため、非常に様々な要素を包括する概念である。総合安全保障とは脅威に対する手段を、軍事的なものに限らず、非軍事的なものも、 最大限に取り入れ、同時に対象となる脅威も、国外だけでなく、国内や自然の脅威をも、対象とする安全保障の概念である。1980年に、大平総理の総合安全保障問題研究の政策研究会報告書において理論化された。集団安全保障とは、国家連合において、軍事力の行使を原則禁止し、またその原則に違反して、 武力行使に至った国家に対しては構成国が連合して軍事的な手段も含む集団的制裁をかける安全保障の概念である。国際連盟において初めて採用され、現在では国際連合がこの集団安全保障を機能させる国際機関であるが、未だ実現しておらず、国連憲章に定められた体制は整っていない。 戦争回避が共通の利益であるとの認識に基づいて敵とも協力して戦争回避を目指す安全保障の概念である。冷戦期ヨーロッパにおいて生まれた概念であり、従来の競争的対立的な安全保障を否定し、敵勢力との相互依存的な協力を重視する。この具体例として1975年の欧州安全保障協力会議が挙げられる。 敵味方が流動的な不安定地域の国家が体制に加わり各国の協調主義的な外交や貿易によって危険や脅威を制御し戦争を予防し戦争が勃発した場合もその拡大を抑制することを目的とする安全保障の概念である。非軍事的な側面が重視されているものの 体制に潜在的適正国を含めてその地域のすべての主要国が参加する必要があること、さらに潜在的適正国を含めて域内の全主要国が共同行動に参加する意志を持つこと、また潜在的適正国が体制内に存在しないことなどが体制が機能する前提条件となる。以上からわかるように安全保障の概念は時代、世界観、思想、 政策などによって変化しているため注意が必要な包括的な概念であることがわかる。古来から人類にとって生存は最重要課題であり、そのために歴史上の異性者たちは自国の安全を確保するために多大な労力を費やしてきた。中9世紀までの国際社会においては対立する国家間の力の均衡によって秩序が 安定するという国際社会において、軍事力の増生と同盟の強化によってのみ、自国の安全を保障するという個別的安全保障の考え方が支配的であった。ゆえに、当時の安全保障の研究領域は、国家の軍事政策や外交政策などに留まっていた。しかし、この個別的安全保障の下では、対立する。 国家間の軍拡競争が発生し、対立する国家間の緊張、不信感をいたずらに高めて戦争のリスクを高めることとなる。また小規模な紛争が世界戦争へと拡大する可能性も高めることとなる。第一次世界大戦は個別的安全保障の危うさを示した最初の世界戦争である。そこで、この第一次世界大戦後には、 集団安全保障の考え方に基づく国際連盟が設立された。集団安全保障とは全世界すべての国が体制に参加し武力行使を原則禁止するとともに、これに違反した国に対しては構成国が協力して軍事力を含めて制裁する安全保障体制である。ただし集団安全保障の制度はべての国が参加することや、 顕在的な敵国が体制内に存在しないことが条件となると考えられている。これによって国際緊張は緩和され軍縮の可能性もあり得る。しかし国際連盟は権限や体制において欠陥があり第二次世界大戦の開始を防ぎ得なかった。この歴史を踏まえ設立された国際連合は 集団安全保障のための体制を一層整備強化した。しかし国連は米ソの対立によって当初考えられていたように円滑に機能することができなかった。冷戦に突入してからも国連も機能不全が起こり、また米国においてはソ連との対立があったためソ連に対する軍事政策の研究を中心に行ったために軍事理論が中心であった。 1960年代後半から1970年代後半にかけて安全保障研究は沈黙した。この沈黙期は米ソ緊張緩和外交の影響や特に危機的な紛争が起きなかったことの理由が強い。なお、1970年代以降の安全保障研究活発化は米ソ緊張緩和外交の有効性が示されなくなったことの影響が強い。 1991年12月、ソ連が崩壊したが、これを予見できた研究者がいなかった。また崩壊が起きた後もそれを説明できる研究者がいなかった。以後、国際政治学者、その中でも安全保障を研究する人々は沈黙した。ソ連崩壊によって安全保障研究は死んだという意見すら出回った。冷戦後は、 国際的な相互依存関係の強まりや国際経済の発展を背景に安全保障は広く政治的、経済的利益を軍事的手段のみならず外交、経済力、文化などをも用いて守ることを指すようになった。ソ連の脅威がなくなり西ヨーロッパが所有する戦術核7400発の多くは不要とされ大部分は廃棄となった。 これにより NATO の性質の変化が求められたが、NATO 解体はむしろ地域情勢を悪化させるとして、存続されることになる。1994年1月、NATO 拡大とそれに強硬に反対するロシアへの妥協案として、PFP 協定が提唱された。1997年9月、日米防衛協定の指針の改定作業が行われ、日本の本土防衛だけでなく、 周辺自体にも対応することが決定される。この安全保障体制を再保障型安全保障制度という。国際社会という視点で安定的な世界秩序を維持する国際体制に関する理論も安全保障において主要な課題である。ここでは代表的なモデルや理論を述べる。国際秩序は力の不均衡や国際経済の影響などによって 安定と不安定の状態を歴史上長年に行き来してきた。ここではその安定した国際秩序が維持されている国際関係の定式化を行った理論について述べる。派遣モデルとはある地域内で他の国々を圧倒するだけの国力を持つ派遣国家が存在し、それが周辺諸国を主導的に指導する国際秩序のモデルの一つである。 この派遣モデルはさらに2種類に区分される。直接的に軍事力などを用いて諸国を支配する。先制帝国は周辺国を属国として扱い、属国の反抗があれば武力で鎮圧する。間接的に経済力などを用いて諸国を支配的に指導する。民主帝国は周辺諸国の協力を得ながら広い地域に利害が、 共通する安全保障体制と国際的な経済の枠組みを提供し、勢力圏の諸国の安定を目指す。勢力均衡モデルとは、一つの勢力が強大化した場合、その他の国々は連合化や軍事力の増強などによって、勢力を拮抗しようとする現象のモデルである。この勢力均衡モデルはさらに、二極型勢力均衡モデルと、 多極型勢力均衡モデルがある。二極型勢力均衡モデルとは、二つの勢力のみが、主に勢力を均衡させようとするものであり、冷戦期の米国とソ連の関係がこれに当たると考えられているが、歴史的には稀な場合である。多極型勢力均衡モデルは、複数の勢力が、同時に勢力を拡張し、均衡させようとするものである。 歴史的にはこの場合が多く、第一次世界大戦や第二次世界大戦はこのモデルに合致すると考えられている。多極型勢力均衡モデルの発展モデルであり、いくつかの大国が利害関係については相互に妥協、協調し、処理して秩序を維持するモデルである。1815年のウィーン会議以降から第一次。 世界大戦までの約1世紀の間のヨーロッパは基本的に多極型勢力均衡モデルであると考えられているが同時に大国間協調モデルが並存していた時代でもあるとされている。しかしアフリカ植民地分割を議題とするベルリン会議でどうしても協調できない問題が顕在化してしまい三国同盟と三国協調の国際関係が成立した時点で 多極型勢力均衡モデルへと逆行していった。集団安全保障モデルとは特定の体制に国家が入り、原則的に武力行使を禁じ、もし構成国がこれを違反すれば、その他の構成国が協調して、軍事、経済などの手段によって制裁を加える国際安全保障モデルである。 勢力均衡モデルによって世界大戦をもたらしたという反省に基づいて、このモデルが国際連合という形で実現化されることとなった。ただし地域連合においても集団安全保障モデルが採用されている場合があり、米州機構、アフリカ統一機構、北、大西洋条約機構、ワルシャワ条約機構が挙げられ、地域集団防衛条約機構と呼ばれる。 特殊作戦群。特殊部隊現代においても、安全保障にとって軍事は、非常に根幹的な存在である。なぜなら安全保障の本質的な課題である国家の、生存、独立の保持、領土の防衛などは、軍事力と、今なお深い関係があるからである。軍事力とは、国家がその政治的目的、国益を達成するために用いる、物理的な破壊力。 支配力、強制力であり、抗議の軍事力は、軍隊だけでなく、様々な国力によって構成される。安全保障における、軍事力の役割は、強制、抵抗、抑止それぞれの機能を対外的に示し、攻撃に対し予期される損害や、攻撃の戦略、戦術上の困難さを意識させることである。トライデントアイミサイルと、 その再突入対大量破壊兵器、特に核兵器は安全保障が特に注目するテーマの一つである。ここでは核戦略に関する理論などについて述べる。核抑止の種類冷戦期における米ソ対立中にアメリカにて発展した核抑止には以下の種類がある。抑止戦略モデル適正国家に対する抑止戦略。 演疫法的抑止戦略モデル批判。アレキサンダー・ジョージは、核抑止、地域紛争、危機の抑止の3つの抑止のうち、核抑止以外は変動要素が多く、単純な損得感情では戦争勃発を説明できないと批判した。これ以降、機能法的抑止戦略モデルの考え方が主流となる。 例えば、旧日本軍の南下政策や真珠湾攻撃は、演疫法的抑止戦略モデルによる単純な、利害論では説明できない。相互拡張破壊安全保障は時に、いかに敵を攻めるか、いかに敵に被害を与えるかということを考えて、逆説的に、いかに平和を保つかを探る手段を用いる。有名な考え方は、核兵器の相互拡張破壊である。 1965年にソ連が抑止力としての核兵器から攻撃としての核兵器に性質を変化させアメリカを攻撃した場合にアメリカは報復核攻撃を行いソ連の人口の25%工業力の50%を破壊するという考え方である。しかしこの考え方が出てくるとソ連では対米核小破壊力の強化が打ち出され ソ連の GNP15% を軍備に投資するという大軍拡を行った。この間、米ソ間で核戦争が起きなかったことから相互核張破壊論は有効であったとの考え方が一時期主流になったが相互核張破壊論による核抑止は結果として過剰な軍拡を引き起こしたため、 その抑止のための軍備管理としてソルトが行われ特に米ソ間で軍縮が進んだ。これを教訓に核による報復攻撃が果たして本当に価値があるのかという対価値攻撃戦略の考え方が浮上した。1971年には核戦略は選択的に活用すべきとの考え方が広がり相互拡張破壊論の 全面報復の考え方は交代した。1974年に柔軟目標設定が発表され、兵器の命中精度が高いという前提で敵対国からの攻撃に報復の段階を持たせた。軍縮とは戦争のリスクを抑制することを目的として軍備を縮小していくプロセスを指す。軍備管理とは軍備に関する政策に課せられる抑制措置を指す。 近年では、軍備管理という方が、主流になりつつある。アメリカ国家安全保障局1952年。11月4日に結成された、インテリジェンスコミュニティの中核組織の一つであり、安全保障は、冷戦後、非軍事的な側面に対する関心は、高まりから、経済、資源、環境などの分野にも、研究領域を拡大した。ただし、 安全保障の概念をどこまで拡大するかについては何にでも安全保障の概念が適用できるのかという議論が残っている。例えば環境問題を安全保障の観点から研究する場合、その安全を保障する対象は国家なのか特定の地域なのか地球全体なのかもし地球全体を守る対象とする問題だとするならば、それは普通の 環境問題であるのではないか、などの議論がある。また、国政においては安全保障も、清掃の具であり、あらゆる事象、事柄を安全保障に結びつけることで、危機感を煽り自らの権力拡大に役立てる、政治手法が用いられる場合がある。しかし、すべてを安全保障に絡めてしまうと、必要以上の危機感や不安感を、多くの人々に与えてしまう場合がある。 また、本来は対話などの平和的解決も安全保障に含まれているにもかかわらず、安全保障に偏った外交方針を敷くと外交が硬直化し、非妥協非協力的な国家として孤立に結びつく可能性がある。同時に、集団的安全保障を敷く国においては、同盟国への必要以上の情報に結びつき国益を損なう可能性もある。 それは、本来安全保障が目的とする、国家や人々の安全な状態を保つとは言えず、安全保障が国家を危険な状態に追い込み、人々に不安な状態を呼び込むといった事態が生じてしまう。経済安全保障の目的はその国家の経済、国民の経済生活を維持、改善することにある。経済とは国に住む人間の生活そのものである。ゆえに、 経済力は極めて重要な国力であり、また国際経済における競争力を維持し、経済的な自立を達成することは国の存続に直接関わることであると言える。経済における安全を定義することは軍事における安全とその性質が本質的に異なっているため難しい。市場経済は本質的に不安定性を内在するものであり、 保護主義的な関税を設定するなどの手段で市場に過剰に介入することは国内産業の競争力を低下させる恐れがある。また市場を制御するために市場の独占が必要になるがそれは市場経済の原理そのものに反する行為である。国外からの直接投資や輸入などを断絶して自給自足を目指すことも近年の経済の相互。 依存関係が進んでいるため不可能に近い。ゆえに経済の安全保障政策を行う場合は、このような経済の特性や市場の原理を十分に把握して実行することが極めて重要である。アメリカ合衆国の通商拡大法第232条には安全保障を理由に輸入制限を行うことができる規定が定められており、 2018年3月23日以降、アメリカに輸入される鉄鋼、アルミニウム製品に対して追加関税措置が行われた。資源、エネルギーは経済活動を行い、資本の価値を増殖させていくのに欠かせない国力の前提的存在である。歴史的に見ても、資源地域をめぐる領土紛争は非常に多い。戦略的に重要な資源。 エネルギーとしては、鉄、アルミ、クロム、コバルト、プラチナ、石炭、石油、天然ガスなどが挙げられ、これらは近年の科学技術、工業の発展、大量消費社会の拡大から重要な価値を持つようになっている。資源の安全保障に対する脅威には、金融措置、供給量の削減による価格吊り上げなどがある。 代表例として1973年のオペックの原油価格引上げが挙げられる。また、自然災害や戦争などによる供給システムの停止という脅威も考えられる。第二次オイルショックはイラン革命が主な要因となって引き起こされた。資源の安全保障の手段として天然資源の自給自足の準備や国内における 消費の抑制などの脅威の発生を予防する方法、さらに緊急事態に備えた備蓄、危機発生における対策準備などの脅威による被害の最小化を試みる方法がある。しかし、これらは大きな費用を伴う措置であるため、慎重に検討しなければいけない。現代の大量生産、大量消費の経済活動と世界的な人口増加などが、 自然環境に大きな影響を及ぼしている。環境の安全保障は、こうした自然環境への影響が人間の生存地に深刻な悪影響を及ぼすことがないように試みることにある。あらゆる環境問題が安全保障の対象になるわけではなく、基本的に国民の生存、国家の利益などに対する間接的、直接的に影響する。 可能性がある問題が主となる。1990年代に環境安全保障が活発になり、特に米国では盛んに議論された。しかし、米国での環境安全保障議論は、しばしば環境安全保障が目的とするものや、その実際の手段に混乱が見られた。結果として、環境安全保障についての議論は低迷した。現在は、市民活動や、 国家の役割、企業の環境に対する責務という観点からの環境安全保障の議論は現在も続いている。しかし、具体的かつ明確化されたルールが確立されるまでには至っていない。思想、文化の安全保障とは、統治原理、文化、思想、宗教、国民性などの思想的、文化的な国家の基幹的な要素を守ることである。 選挙などを通じて、大衆の政治への関係が大きくなれば、その行動や世論が政治的影響力を持つようになる。また同時に、交通や通信が高速化、密接化が増大すれば、国外の思想や文化が流入するようになる。そうすれば、これらを活用して、宣伝、広報などを通じて、世論を外部から間接的に誘導することが可能となる。 例えば、マスコミを通じてその国の正当性を主張することによって、国際社会に対して、好意的な印象を形成するなどが考えられる。宣伝を行う場合、あからさまな偽情報を流せば宣伝者の信頼性を減退させる。故に宣伝活動で流される情報は露骨な、宣伝ではなく、さりげなく、かつ継続的、戦略的な大衆宣伝となる。 ただし、近年は、宣伝に客観性が求められるようになっており、広報との際は、曖昧になりつつある。ジョセフ内は、冷戦後の国際関係における問題として、脅威の種類と程度の曖昧性にあると指摘している。安全保障は観察者の視点によってもその内容が、大きく変わる。ここでは主要な学派や安全保障観について述べる。脅威とは安全保障において敵。 または潜在的な敵を指して使用する。脅威には政治的、思想的、経済的なものが各種存在するが、純粋に軍事的な脅威は能力と意志から判断されるのが一般的である。すなわち、ある国が自国に対して侵略する国家意志を有していたとしても、それを実行するための軍事力が存在しないのであれば、 また、自国の軍事力が圧倒している場合は、その国は、脅威ではない。またある国が膨大な軍事力を保有していたとしても、非常に友好的な関係があり、侵略の国会史がない場合は、これも、脅威とはならない。また、非対称脅威という言葉がある。これは、従来の国家対国家という対象的な脅威ではなく、国家対非国家という対象ではない脅威を言う。 つまり、対象脅威とは、国家体と国家体の間に生じる脅威を言うが、非対象脅威とは、国家体と非国家体の間に生じる脅威について言う。国益とは国家にとっての価値、または利益である。脅威には、国家の生存と独立、抗議には、国家の経済的繁栄や国際社会での、地位増進などが、国益に当たる。 現実主義理論の重要な概念の一つであり、あらゆる国家はこの国益を追求して行動していると考える。一方で、理想主義やリベラリズムでは一国の利益である国益を重視しない。なぜなら、より国際的で共通的な利益、例えば国際公共財や国際レジームを重要視し、また国益が政策決定者の主観性によってその内容が 変化するからである。ネオリアリズムとは、国際構造があらゆる国家の行動に影響すると仮定した理論体系であり、これにはウォルツによる国際政治を無政府状態と勢力分布で説明するセオリー・オブ・インターナショナル・ポリティクス、またギルピンによる戦争だけが国際構造を変えるとするオン・アンド・チェンジン、ワールド・ポリティクスなどがある。ネオリアリストであるウォルトは、 バンドワゴン理論を打ち出した。これは、同盟体制は脅威に対抗するだけでなく、脅威国に同調される時にも形成されるという考えであり、つまり、バンドワゴン行動を示すことを述べた。例えば1930年代に、中央、バルカン諸国の中小国がドイツに次々と組みし、協力していった。また日英同盟、日独意三国同盟、 現在の日米同盟などは、勢力均衡理論に立った同盟ではなく、バンドワーゴン理論に基づく同盟であると指摘している。リベラルな国際政治学者は、国家とは、個人の自由や権利を守るための必要枠として考えており、その必要枠同士で、議論の場を設けて、平和構築や国際秩序の形成を狙った。機能主義の反省と、 リベラルな勢力によって、新機能主義が提唱された。要するに、国家ではなく、民間による外交と、国家の暴走の歯止め、多国籍企業、それらが発展し、非国家体が国家体の国家主権の制約さえ可能という考えが出てくる。地政学の観点では、ハートランド、リムランドや、ランドパワーとシーパワーの対立などから非常に、対極的かつ包括的に、 国際関係を観察する。シーパワーの理論として、海上権力ロ論ザインフルエンスオブシーパワーアポン、ヒストリー、1660から1783という、マハンが執筆したものがあり、シーパワーの重要性を説いた。またランドパワーの理論は、ハルフォード・マッキンダーが提唱した概念であり、ハートランドを支配する、大陸国家が有するパワーであり、 これは、ニコラス・スパイクマンによって、シー・イ・パワーとリムランドにおいて対立すると論じた。構造的暴力とは、ある社会体制や秩序自体が貧困、飢餓、抑圧などをもたらす場合、これも、間接的には暴力であるという考え方がある。これは平和学の分野で、ヨハン・ガルトゥングが提唱した。ガルトゥングは、構造的暴力が存在する状態を社会的。 不正義と呼ぶと定義している。安全保障研究や国際政治学に非常に強く影響を与えた学派。シカゴ学派は第一次世界大戦、第二次世界大戦の両大戦の影響が見られる。1900年のチャールズ・メリアム就任からシカゴ学派の大きな潮流が生まれる。具体的には以下のことをした。政治学に隣接科学を導入し、 分析を発展させた。フロイトの精神分析の応用など、分析に強く権力、権威を持たせた。徹底的な検証市上主義というべき価値観が政治や安全保障を科学的に分析可能にした。アメリカ合衆国憲法と現実のアメリカ社会の乖離に不信感を抱き、経済的側面から憲法を解釈した。政策科学を重視した。 プロパガンダの分析等。石原漢字は1940年に出版された世界最終戦論でフリードリヒ大王の時代の時給戦争、フランス革命後のナポレオンの決戦戦争に対別し、戦争を時給と決戦の二つに分けている。だがこれらの考え方は科学的理論に基づくものではなく仏教的価値観が根底にある。また、 第一次世界大戦の次に来る世界戦争を人類の最終戦争と位置づけ、東亜連盟が世界の勝者となり、天皇が世界の名手となると本の中で主張した。ソフトパワーとは軍事力の対義語であり、強要するのではなく間接的に相手に影響や共感を与えることによって相手のある行動や態度を引き出す能力の総称である。 軍事力だけでは国家の安全保障政策としては不完全だと考えられており、このような能力を総合的に用いるべきだという考えは古来よりあるが、近年特に戦争違法化の流れなどから注目されている。具体的には映画、古典、芸能、食文化、ドラマの海外への宣伝、進出や政治思想、宗教、イデオロギーなどの浸透、 科学技術力や経済力などが挙げられる。近年、日本では世界的なアニメ、漫画の人気を背景に、これらをソフトパワーとして活用すべきとの意見が多い。エアパワーとは航空に関するその国家の能力の総称である。イタリア人ドゥエは1921年に制空論を執筆し、航空戦力の重要性を論じた。これは当時は、 陸海軍の抵抗もあって、すぐに、その重要性が認識されることはなかったが、後に、核兵器の登場、ミサイル技術の発達、航空戦力の高度化などから、各国軍でも、重要視されるようになっていった。国際連合は、第二次世界大戦終結後の国際社会の秩序を、安定させることを目的として、創設された、集団安全保障体制である。 集団安全保障体制は、構成国は、武力行使を原則行わず、外交交渉によって、問題を解決し、一万一構成国が違反して、武力行使を行えば、その他の体制の構成国が協力して、軍事力も含めた、制裁措置を行うことによって、国際秩序を安定させる体制である。国連軍とは、国連憲章に基づいて、 安全保障理事会の要請をもって、武力制裁を実施する軍隊である。ただし、冷戦の米ソ対立によって、国連の機能不全が起こったため、現在に至るまで存在しない組織である。国連平和維持活動とは、国連の集団安全保障体制が、米ソ対立という時代背景により、冷戦期には、機能不全になっていたために代替案として発達した。 紛争管理の活動である。代替案として発展したものであるため、国連検証や国連によって公的に定義されたことはない。基本的に平和維持活動は、紛争当事者が停戦に合意し、かつ活動への合意を得ることが前提で、中立的な立場によって実行される。具体的には小規模の平和維持軍や軍事監視団などを派遣し、選挙支援や治安維持。 兵力引き離しなどの機能を果たす。武力制裁などの任務を担うことはなく、あくまで非強制的な範囲で平和状態を支援する。1992年6月17日、国際連合事務総長のガリは、ガリ構想の中で5種類の平和機能を提示した。予防外交平和的手段による、平和の創造強制的な措置を施し、 平和を創造する平和維持紛争後の平和の建設、構築以上の5種類の平和機能のうち、国連が関与するのは、強制的な措置を施し、平和を創造するのみである。これは、国連憲章第6章及び、国連憲章第7章の理念を合わせて提言した、ものであるが、数多くの国々や、有識者から批判を浴びた。批判の多くは、平和強制によって、 国連が介入先の国家主権を無視することに関してより積極的になることに比重が置かれたためである。よってガリ構想が示した平和共生部隊は多くの人によって問題点を指摘され有効性が疑問視され、1994年にはソマリアにおける紛争などの解決に失敗したため今後は行わないことをガリ自身が宣伝した。 セキュリティパラドックス、あるいは安全保障のジレンマとは、安全保障政策立案上のジレンマを言う。A 国と B 国が対立し、A 国が B 国に対する明確な安全保障を定め強化すると、B 国も A 国に対して安全保障を強化する。これらが悪循環し、平和のための安全保障が逆説的にかえって軍拡や軍事的緊張を呼ぶことになる。 安全保障政策はしばしば国民世論だけでなく、近隣諸国、世界の世論も動かすため、特定の方向に意図を持った政治勢力によって安全保障が清掃の道具に使われることがしばしばある。文明の衝突の著者であるサミュエル・ピー・ハンティントンは、かつてソ連崩壊後に新たな脅威を探し、 日米間の貿易摩擦を取り上げ、日本を経済的な敵と仮定し、経済戦争が生じ経済安全保障が必要だと提起した。これによって、日米間の関係が崩壊する程度まではいかなかったが、極めて深刻な意見の対立が生じた。なお、経済安全保障では、スピンオフが今後期待できないとし、特に、 石原慎太郎著作の脳と言える日本はアメリカの安全保障研究者の多くを刺激した。石原慎太郎の指摘するアメリカ軍が日本の高度な軍事技術に依存している点に安全保障上の問題があるとして高度な技術はすべて国産にすべきとの考え方がアメリカに広まった。しかし、 それを実現するには自由貿易を否定し、保護主義を強化しなければならないため、結果として経済的衰退を招くことが判明し、現在、経済安全保障の議論は低迷している。その後、ハンティントンは新たな脅威を探し、中国共威論を提起し、その次は宗教対立、文明の衝突という脅威を提起した。 ハンティントンの論が間違っているということではなく、安全保障研究を行っている人々は脅威を探し出し、煽る、傾向にあるということを差し引いて、物事を見なければならない。特別高等警察。警視庁特別高等部検閲課による、検閲事務の様子基本的人権や、言論の自由の抑圧、弾圧などにも、 治安や安全保障上の名分が使われることがある。大日本帝国は1928年に治安維持法の改正を行った。これにより、日本共産党及び党員と、その支持者、また労働組合、農民組合、プロレタリア文化運動など、左翼参加者の摘発を行った。これは結果として、特攻警察、独立性の小さい司法などを生み、 基本的人権や言論の自由の抑圧を加速させた。また治安維持法によって未送検者含む逮捕者の数は数十万人を超えていたと言われている。政府発表では送検者7万5681人、基礎5162人、未送検者含む逮捕者の数は不明となっている。存在しない危機や、まだ危機と言えるほどのものではない程度のものを、 恣意的に、危機、脅威と課題に評価し世論誘導や国家の予算獲得しようとする試みが、軍産複合体によって行われる場合がある。911テロ後、2003年にアメリカ合衆国は国土安全保障省を創設したが、国土安全保障省が自由に使える予算は、配分される予算のうちの4%に過ぎず、その4%は、 人件費や設備費で使い切ってしまう。残りの96%の予算は、使途が決まっており、その使途は極めて政治的な意図によって左右されている。これは安全保障の名を借りて、国土安全保障省の予算を特定の政治勢力が、自分の政治勢力の権益のために予算を使う、危険性が残る。また、国土安全保障省と国防総省の目的、 業務内容が被っていると指摘されている。さらに、国土安全保障省の国土安全保障会議と国防総省の国家安全保障会議の二つの会議間に連絡網がないことも指摘されている。日本の安全保障は、中華民国との間で行われた日中戦争及び米国、イギリスとの間で勃発した太平洋戦争において敗北した後、 米国を中心とする連合国軍の占領を経て、西側陣営の一員となり、西側陣営の名手、米国の影響下で平和主義を標榜する国家として、自制的な安全保障体制をとってきた。太平洋戦争での敗戦によって、日本国憲法を制定し、憲法の精神とされた平和主義の下で国権の発動としての武力の放棄をしてきた。 冷戦期に突入すると世界は資本主義国により構成された西側諸国とソ連を名手とした共産主義国との間で二極型の勢力図が形成されていった中で日本は米軍主導による戦後統治の中で資本主義陣営の一員として米国の同盟国としての役割を果たしていった。当時の日本周辺の極東地域は共産勢力が強く日本は ソ連と中国といった二大共産主義国と隣接する国として、資本主義陣営の名手、米国にとって安全保障上の重要な拠点として認識され、日本国内各地に米軍基地が設けられ、資本主義陣営の戦略的共闘補とされていた。米軍指導のもとで、警察予備隊が編成され、以来、途中保安隊、自衛隊への改編を経て、今日に至っている。 このような中で独立回復後も日本の安全保障戦略は基本的に米国の世界戦略の下で構築されてきた。自衛力の保持についての是非は戦後憲法論争や国民世論の中で大きな問題となり1960年には日米安全保障条約に基づき日米同盟が締結された。国内世論は戦後の痛手の中で 復興の途上にあり、国民感情としても安全保障を論ずることが、忌避されるムードがあり、日米同盟締結時であった60年安保、また新日米安保条約締結時の70年安保闘争などを経て、時として、世論の大きな反対を受けつつも日本国としては、選手防衛の理念の下で自衛隊を、保有し続けてきた。戦後、長期にわたって、 政権を担ってきた自由民主党は、早い時期から自衛力の保持及び集団的自衛権の保有等の問題をめぐって、有事法制や憲法改正を主張してきたが、未だ第二次世界大戦の記憶が生々しい中、社会党ほか、ご憲勢力の反対を受け、極めて抑制的な安全保障体制の中で、米軍の軍事力による抑止力を持って、 極東地域における安全保障秩序を維持してきた。その後も最低限の自衛力の必要性については、国民世論も大いに見解の分かれる中で社会の中で理解が得られていたと言えようが、憲法改正などによる軍事力に対しての抑制的な見解が世論を覆っていたと言える。しかし、冷戦崩壊の後、米ソに極対立の陰に隠れてきた民族や、 宗教的価値観による地域間の対立が表面化するとともに次第に PKO を中心とした平和的な貢献の道が模索されるようになり自衛隊による海外派遣の機会も次第に増えていった。今日、日本の安全保障においては選手防衛のあり方、日米同盟のあり方、自衛隊の運用の範囲などが大いに議論を生んでおり憲法を改正し、 米国の同盟国としての役割を果たしてきた戦後の歩みを追認するとともに今後は日米同盟の下でより積極的な軍事的貢献を模索すべきとする改憲論と現行憲法を堅持し憲法が歌う平和主義の理想を具現化すべきという五憲論とに二分し国民世論を二分する事態となっているありがとうございます